これホックスのツールです。まずこれね、はい、テレインというかこうやるだけでペコペコとできてきます。はい、これほんでテクスチャ塗ってます。これほうほうほう、はい、こういうスピードでできます。ほう、ほんで敵置きました、兵士か動物置きました。これでもう勝手に動きます。ほう、当たり判定もできます。で影も投影、これ水面ちょっと多いんで避けます。まあこんなもんかな。で木置き、これデータベースから取ってきます。ほう、岩も取ってきます。回転させてどん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 置いていって、これ草木生やしてます。こんなもんかな、こんなもんかなと、まあ大体こんなもんかなって言って、うん、天候の変化もリアルタイムにできます。これドラム缶の光源も移動しますんで、はい、でまあ最後、エフェクトとかフィルターを入れて、はい、まあ、なんとなくフラしてみてどう見えるかっていうのがレベルデザイナーだけでできるんですよ。すごい、これ、これ大体これ作るとこれでええかなって、監督こんなもんですよ、あちょっと違うなっていうのはできる。はー、はい、で最終的にはそうですね、あの、まあ、雨、これまあジャングルではこんなことはないと思いますけど、砂嵐を実行したり雨降らしたりですね。まあこれでまあ雨降ったらどうなると分かりますので、はい、これもう歩けますんで、あ動作チェックも、はい、まあ、敵も思考が入ってますから。